どうしたんですか。いや子供が落ちたんすよ。マジ？本当に落ちとうやん。大丈夫と？できます、ね。うわマジでやばい、やばいじゃないと。あれ今頃来ようよ皆さん。さあ今日はこちらですね。はい、もう用意しております。44平米です。何すると今日は。もう日が落ちるよ。なんか美味しいやつを。ちょっとお腹減っておけんね。頼みますね。何が釣れても食べるんですか。さあさあさあ。鈴が鳴ったね。どうしたんですか。いや子供が落ちたんすよ。マジ？本当に落ちとうやん。大丈夫と？できます、ね。うわマジでやばい、やばいじゃないと。ちょっとあのタモがいったらタモ持っていくんで。マジで？タモの絵。タモの絵。本気に？ロープもある。ロープ。マジで。なんかなんかいいよ。大丈夫でした？大丈夫？びっくりした。もうバタバタ用意してきた。外国の人やったでしょ。え？あ、飛び込んだぞ。おお、危ねえ。助かった。このまま牡蠣で。マジで？うわもう危ないよね。もっと悲劇はこれから始まった。バリロープとかもちぎって持ってきてしまった。ゆめさんのなんか壊れた焦りよったけボタ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 、やばい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 とか思う。汗だくになった。危ないねマジでね。これ釣れそうじゃないっちゃけどねでも危ないよね。まだ釣りしようもんね、あそこでね。竿とか落としたんすかね。あ、竿とかも全部お仕事。釣りって危ないね。お子さんは気をつけとったらいいね。元気になったよ。 お母さんは外国の人？はい。どこの人っぽかった？子供まだ小さかったっすよ。2歳、3歳。3歳ぐらい。陸上がってから泣きよったっけ。多分最初は多分テンパって泣いてないでしょうね。陸上がってドラグ出ましたよね。食っとんやないかな。コンコン来ました。来ました。コンコン来ましたね。当たっとうかな。なんと思う？来てる？来てる？来たもんね。合わせる。ダメ。釣れんやん、ヨンヨンさん。釣れないっしょ？釣れません。いや、あの、こっち関係ないって。どうするとこれ。晩飯抜きよ、今日。スタミナ手いこうか。明日からまた雨やろ？ちょっと明日雨でも無理やり行きましょうかね。ヨンヨンさん、カッパ来たらもう雨降ってないのと一緒やけどね。そうそう、ちょっと撮影困難やけど、このまま行きましょうか。このまま一回帰りましょう。手泥ばっかりやん。泥がついとんねこれ。あんまりいたよね。青い染めもなくなったよ。まあ、とりあえず今日は帰りましょう。また明日。さようなら。うわ
わ大ぶりやねん、嫁さんこれ。誰ですか、意地でも釣りに行こうっていうのは。いや釣れんやろ今日。ね、カメラじゃね、あんま映らんじゃんね、この凄さがね。これ台風ですか。台風じゃない、雨。何を釣るとこんな時に。梅雨です。釣り好きって言ってもこれはもうダメやね、この雨は。見えんもん。だいぶ晴れてきようよ、A さん。どこがですか。ワイパーぶん回してますよ。誰がこんな時に釣りするんすか。なんかあるよ、釣り場を求めて3000歩やろ、いつも。お父さんが首長くして待っとうけんさ、ね、迎えには行かないからさ。こんな雨でも来るわけ。何釣りしようかな、今日は。やんだよ、やんだよ。誰ですか、日頃の行いがいいのは。いや、美味しいもの食べて帰りましょうよ。僕だけですか、もっと触れと思ってるのは。いやいやいや。着きました。あそこに女性がいますね、なんか覗いてますね。何をやってるんでしょうか。な頭おかしくなったじゃないですか、これ。釣れそう。いやいやいや、頭おかしくなったじゃないですか。釣れるって絶対。釣り具屋さんもすぐ横あるし。いや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 、とうとう海に行けんくなってきたら、こんなところを見てももう釣れる妄想を抱いております、アクアマンジでございます。ここね、めっちゃ多いよ。今日風も強いし雨もすごいけ、釣りにならんって。見て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 、ほら風からもうほらもう水が滴れとうというか流されようやん。すごいね。こんなとこ釣りしちゃわないもんね俺ね。大丈夫。本当すると？大丈夫よ。今回の釣りのプロが2名もいます。出ますや。そこら辺の野池みたいなとこで。野池じゃないね。クリークやね。クリークで何が釣れると？あ、ニョロっとしたやつ。しかも天然や、天然。もう今、蒲焼きの匂いしてます。想像力がすごいな。今ラーメン食べたばっかなのに。名人だそうです。なぎなんて簡単ですね。パッとしたパッとか。ほんとに、じゃあ、今俺なんで言わんとよ。こんな大雨が降ってから、天気が悪くてからさ、もう釣り場がない状況ってなんで言い出すと。なぎなんて、金出して食うもんじゃないですか。で、ほら、買ってきましたよ。初登場。ミミズちゃん、何この針の量。釣れるとこなので、今日からはこんな釣りをしていきたいと思います。蒲焼きは釣れるかな。こんな広くない方がいいと。釣り方とか知っとるよね、お母さん。知っとるよ、ね、虫ぶっ込めばいいとよ。竿いりませんか。竿いらんと、うん、俺が好きそうな言い方するね、それね。そんな簡単に釣れるんや。釣れますってね。高級魚ならんやんて。あんなの、なんかうなぎになったら、あこさんどうしたじゃん。その橋を右に。ここですか。いいね、いいね。釣れそうやね。これ山から流れてきた川。ああ、でもう一本ね、向こうに流れてくる長江川っていうのがあるんだけど、あれとこうぶつかります。でしかもこっちに見て、川があるでしょ。あります。これも山の方からこう流れてくる。それが全てぶつかる。ぶつかる。ここ。ここ。最高です。釣れるとこれ 1,2,3 3本の川がぶつかる場所。本格的ですね、ヨンちゃん。それまたそんな早く言ってよ、水釣りばっかりせんでもいいよね。そんな本当釣れるんでしょうか、そんな簡単に。高級魚なんか、なんか違うね、いつもと釣りの仕方が。ヨンさんもそれナイロン。え、僕持ってないですよ、ナイロンね。釣りだけ釣れん。そこまでせないか、うなぎに。チャリンコロットは持ってきないじゃんね。今メンテ中やんね。仕掛け知ってる人たちはいいね。なんか教えてくれたよ、先生。仕掛けのレクチャーと。これだけでいいです。例えばブンブンみたいにペットボトルにぐるぐる巻いて。わからんすね、車の中からじゃ。そうね。なんかライン貼っとうねぐらいしか。信じとらんちゃうね、あんまりね。皆さんのその軽いノリが。あれだよね、なぎなんで軽いノリよ。いや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 。仕掛けを教えてくださいな。とりあえず糸通しよくよ、このピーラインね。なんか毒があるちゃろ、あれ。長いね、竿がロッドが。短くても大丈夫？中通し、はい、これ中通し。誘導でいい、はい、誘導でいい、はい、サルカンつけて、はい、これぐらいですね。すいませんね、GoPro も慣れてないもんで、アクアさんから借りております、ありがとうございます。うなぎばい、よし、これでいいですかね。簡単やね。海の仕掛けの3分の1ぐらい簡単。針も結ばんっていい状況、これ、うん、なんて簡単なの。塩もあんまり関係なし。天気ですね。天気は今日は濁りの曇りがいいですよ。もう今日みたいな日やん、絶好日和やん。とうとううなぎ釣りに手を出してしまいました、我々。これにミミズをつける。ミミズの取り方俺結構知っとっちゃうけどね。根掛かり線、所詮うなぎです。
なんでそんな軽く言わんで。はい。なんこれ。昔のと違う俺たちの時と。どれ。こんな前だもっと引っ張ってない気がするけどね。これでいきますよ。これはすごいものが釣れるぞ。釣れた？嘘嘘嘘嘘。ちょっと行きたくないそこ。でもまあ撮影のために行きます。うわいやいや、ここイボランめえね。本当に大丈夫と。うしょ、うわ、おじちゃんにはきついわこれ。持ってったのに魚のなんかね、うなぎじゃないっちゃろうけど、上映もあったという。難しいやん釣りするの。二人ともなんかね、さっきから思うけど車の中と全然違う。悪戦苦闘しようよ俺から見たら。あ、ついとらん？ついとらん。餌もないならすごいとこに釣りようねと思った。もうちょっと絶対こっちがいいよ。行きたくねー。行きたくないよな。うわー辛い。うわ辛い。ワンパクよね、そこ簡単に行けれるのがさ。ワンパクよね、すごいね。もう撮影じゃなかったら絶対行っとらんけん、マジで。とね、ほんと昔釣りしよったって感じがするね。そんなところ簡単に行けれる人はもうプレゼンターやん基本的。ちょっと赤さんこれ持ってくれん。大きいよそこらへん。だってそこちょっと早く虫に俺食われる。手伝ってマジで。つかんとって俺海以外基本的に。ごめんやけど置いても汚そうでね。短くします。はい。アンダースローでこう投げるとよ。あ、足元ダメ。上にあの電線あるって気をつけて。足元ダメ。そこら辺が言うとだけ。あのほらわかる。まだ釣ってもないのになんでそんな言うとだいた。全然失敗してもあんだけ言って。443褒められるね。2人とも口ばっかりで全然釣りようですね。来た来た詐欺ばっかりでからさ。いやマジね、持ってったもん。なんか知らんけど俺があんまり信じとらんけんさ。嘘つきよろ、釣ったことないけんつって初めての人と思ってさ。いや被害妄想までだってけど。そう、重りが多いんじゃないですか。ほら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 マジな話。マジでマジで今ポポポって来た。ちょっと待って、今なんか来たね。ふさがけめっちゃ緩んでますよ、ラインが。マジでちょっとドキドキしてるけど、これタモはタモ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 は巻き入れを入る。いやいや、いつ食わしていっちゃろばっこり。ちょっと待って、俺来るの。俺がガイド巻いとるし一周。あ、じゃあ行きます、合わせます。引き合わせ。え、なんでこんな軽いと。あれ切られとうよ、ほら。なんか引っかかったじゃないと。え、引きよった今魚。魚よねあれ。もうめっちゃ揺れてました。何これ、海でもないのにこんなことあると。ピラニアじゃない。また持って、なんかこれ潜りようね。持ってからなんで潜る魚がおるわけ。川に生息するわけ。アナコンダやないと。ほらワニやないと。本当どうか、ね、俺も釣りさせて。なんでこんな夢中になれると。ちょっとなんかやっぱミミズって怖いよね。合わせていいですか。いや俺に聞かれても、俺師匠でも何でもないでよ。ここの番に邪魔せますよ。あ、そうお願いします。何回だね。ほらみんなずっと一緒やん。で切れるちゃろパチって。アナコンダやろって言っちゃろ。あの重りとか持ってきた。持ってきた。重り何個かそこにあった。白いうなぎこんかな。幻のやろ。俺一人いく、ここでこんなところで。はい帰ってきてよ。はい帰ってきてよ。嫌じゃない。やめてよ、ここで。海じゃないっちゃけん。あの二人ちょっと買い物行きましたからね。俺のサゴにだけ当たりがあるわけ。ほら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 。何の魚が当たってるか全く分かんないですね。ほら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 。当たり当たり当たり。食いが激しくなってきましたね。もしかして、あ、もしかして、あ、止まった。今食わりついたのこれ。飲んだ？飲んでないね。おわわ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 。合わしたくなるけどわからない。何が来てるんでしょうかね。おお、強くなってきた強くなってきた。これはもしかして？あげてみましょうかね。それではいきますよ。そうでドン。
うわ、なんか来た、なんか来たよ、なんか来たよ、うわ、なにこれ、アジが釣れた、じゃない、アジじゃない、キスじゃない、なんこれ、なんか来たよ、これ、なんかすっごいの来ました、このままちょっと泳がしてみましょう、まだ大きな来るかもしれない。俺のだけかかったよ。本当？うん。何が？今泳がせ釣りに変更した。そう。本当。何やった？それは教えられん。エグかったっけ、なんか変なのが引き受けんさ、なんか上がってくるか怖いっちゃけん、こっちは。わからん、なんかキス？うん。キスみたいなのがついてる。何そのニコってニコって泳がせてるんだから僕は今ほらビクビクしようろだけ俺だけ見せてなんで見たいとあもう贅沢やね二人で飯食ってきたろどうせついとかついとついとほらついとついとおバリ引くバリ引くほら見て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 ほらキスみたいなことこれいや俺だけ釣れたよこれちょっと泳がそのままね飲ませ釣りってやつやね飲ませ釣りをやっておりますこれすっごいうなぎ来るじゃん特大のやつたまらんねえ早くあげろってそ行くよどうしようかな合わせようかな持っていかんじゃんね持っていかんもん持っていかんじゃあ行くよせーのドン来た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 何重うわバリ重うわバリ重いっちゃうけど何これうわめっちゃ行く何これめっちゃ行くうわこれ何これうわ超